ムハンマド・シャー、ムハンマド・シャー、ムハンマド・シャハ、1702年8月17日から1748年4月26日は、北、インド、ムガル帝国の第十二代君主、在位、1719年から1748年。ムハンマド・シャー・ランギーラー、ムハンマド・シャハ・ロンギーラの名でも知られる。父は、第七代君主バハードル・シャー一世の巫女ジャハーン・シャー。 母は、クードシアベヤグム。1719年、ムハンマドシャーは、前の兄弟、ラフィー・ウッタ・ラジャートとラフィー・ウッタ・ウラに続き、サイード兄弟の信任を得て即位した。しかし、その知性はまさに前途多難の日々であった。彼は、サイード兄弟を倒し帝国に、一応の安定を取り戻したものの、すぐさま堕落してしまい、その後はずっと宮廷内外の混乱に頭を、 悩ませられた。最初、諸州の大衆が独立し、マラーターが勢いを伸ばしたのも、また彼の知性であった。さらには、1739年にアフシャール朝のナービルシャアに、デリーを略奪、破壊され、壊滅的な打撃を被り、皇帝権は地に落とされた。ナービルシャアの死後、その指揮官だったアフマドシャー・ドゥダーニーも、また、アフガニスタンからインドに攻撃をかけ、 そのその七1748年に、ムハンマドシャーは死亡した。1702年8月17日、ムハンマドシャーは、バハードルシャー一世の四男ジャハーンシャーの次男として、ガズニーで生まれた。即位前の名をラウッシャン・アフタールと言った。ムハンマドシャーの父とニー・ファルフンダ・アフタールは、1712年2月に、皇帝バハードルシャー一世が死んだことで、 好位継承戦争に参加していたが、3月に、ジャハンガール・シャアに殺された。とはいえ、ムハンマド・シャアは処刑されることはなく、母クード氏や米軍と共に、デリーに遊兵されることで許された。そうした中、1719年9月19日に、皇帝、ラフィー・ウタウラが、サイード兄弟に殺害され、同月29日に、新たな皇帝にラウシャン・アフタールを即位させた。 その治世の始まりは、公的には、ファルフシアルの廃位された日となっている。また、彼は、即位にあたり、ムハンマドシャーを名乗った。ムハンマドシャーは、サイード兄弟の信任で皇帝の位を手にしたものの、それははじめはいとこファルフシアル以来、皇帝が、サイード兄弟の信任を得て即位しては彼らによって、廃位、暗殺されるいう状況の末に至ったものであった。そのため、 彼が即位した、西暦1719年のうちに、彼を含め四人の皇帝が、次々と交代する、いわゆる古代ローマの軍人皇帝時代のごとき、混乱状態に、帝国は陥っていた。サイード家の区靴であったムハンマドシャーは、自分も、ファルフシアルやラフィー・ウッタラジャーと、ラフィー・ウッタウラのように、サイード兄弟に殺されるのではないかと恐れるように言った。彼は、サイード兄弟に、 不満や恐れを持っていた、トルコ系やイラン系の貴族たちと組み、彼ら二人を抹殺することに決めた。トルコ系やイラン系の貴族たちは、軍務大臣フサイナリー・ハーンがいるファテープル・シー・クリーに資格を送り、1720年10月9日に、その暗殺に成功した。これが彼の知性における、最初の出来事であった。フサイナリー・ハーンの軍は、主人が暗殺されたことにより、 ムハンマドシャーに帰属した。アブドゥラー・ハーンは弟の死を知り、ムハンマドシャーに対抗するため、同月十七日に、傀来皇帝として、イブラーヒームを擁立し、軍を集めた。その後、ムハンマドシャーも、軍を率いて、最小であり、財務大臣、アブドゥラー・ハーンの討伐のため進軍し、十一月十五日に、アーグラフキンハサンプルで抗戦した、ハサンプルの戦い。 だが、アブドゥンラー・ハーンも負ければ殺されると分かっており、必死であった。戦いは昼に始まり夕方になっても決着がつかずに、夜通し続けられ、翌16日の昼に決着がついた。ムハンマド・シャーの軍は激戦の末に勝ち、アブドゥンラー・ハーンを捕らえ、サイード兄弟の横暴はここに終わりを告げた。その後、ムハンマド・シャーの命により、1722年10月12日に、 サイード・アブズラー・ハーンは毒殺された。いずれにせよ、サイード兄弟により一年のうちに、ムガル帝国の皇帝が三度も変えられて、三人の皇帝が殺されたことは、帝剣の衰退を表していた。そのサイード兄弟の応募も終わり、安定期に入った帝国は、新たな方向へ向かうと思われた。だが、実権を握ったムハンマド・シャーは、サイード兄弟を撃つや、すぐに、 最小野大臣らに帝国の運営を委ねた。彼は気晴らしに動物を戦わせたり、高級で快楽にふけるようになった。1722年2月、ニザームルムルクの称号を持つトルコ貴族カマルティーン、ハーンが最小に任命された。彼はムハンマドシャーのサインイド兄弟の打倒に全身全霊で尽くし、最小として様々な行政改革を行おうとしたが、 ムハンマドシャアの干渉で、すべてトロに終わった。さすがに、かつて、ムハンマドシャアに味方した者たちの多くが、これらに失望させられ、内遊外観の帝国に未来が見出せず、衰退する帝国から独立を考えるようになった。こうして、1720年代に、ムガル帝国では、ハイダラーバードやアワド、ベンガルの諸州が帝国を見限り、独立を宣言することとなる。 1723年10月、最初カマルッティーン・ハーンがその職を辞して、デカンのハイダラーバードに加工して、実質的に独立し、翌1724年に、ニザーム王国を樹立した。ムガル帝国は、この行動に対して、軍を派遣したが、シャカル・ケーダーの戦いで打ち破られたため、この独立を認めなければならず、ムハンマド・シャーは、デカン総督の位と、 アーサ・フジャー称号を与えて独立を認めた。この最小の独立をある歴史科学を記している。同年にはアワド大使サーダとアリー・ハーンもファイザーバードを拠点にアワード地方で実質的に独立した。彼はムガル帝国に仕えたイラン系貴族の一人でウルハーヌル・ムルクの称号を持ち1722年にアワード大使に任命された人物だった。 ベンガル地方では、ベンガル大衆ムルシドクリー・ハーンの当時の元反独立的立場が保たれていたが、税収を中央政府に律儀に払っていた。だが、1727年に、ムルシドクリー・ハーンが死ぬと、新大衆シュジャー・ハーン彼は帝国に対して税の納入を拒否し、反独立的立場だった。ベンガルも、実質的に帝国の支配から独立した。 これらの地方の実質的独立に、ムガル帝国はなす術がなく、ムガル帝国から次々と重要な州が離れたことで帝国の領土と歳入は大きく削減され、事実上、ムガル帝国の解体を意味した。これにより、帝国は各地の独立政権が名目上の皇帝として仰ぐ、単なる名目的主権国家となった。そして、これらの地方の独立は、 マラーター王国のさらなる増長とそのハント拡大を招く結果となり、強力な指導者が現れたことで最盛期を迎えることとなった。皇帝ムハンマドシャーがサイード家の横暴を終わらせた年、マラーター王国でもある天気が訪れた。1720年4月12日、マラーター王国の最小バーラージー・ビッシュバナートが死亡し、息子バージー・ラーオが20歳で新たな最小に、 就任した。最小就任後、バージー・ラーオはすぐに、ニザー・ム王国との戦争を開始し、その後北に転戦して、ムガル帝国と戦った。マラーター軍は彼自身によって率いられており、士気はとても高く、各地でムガル帝国軍を打ち破った。バージー・ラーオは、マール・ワー・ヤグ・ジャラーと、ハーアン・デー・シュを支配下に置き、 1730年後半までマラーター王国の半島帝国と呼べる広大なものとした。また彼は随行した武将であるマラーター諸侯サルダールに征服地を領有させ諸侯が王国最小に忠誠と功能を誓い最小がその領土の権益を認める形を取ったマラーター同盟。そして1737年3月にマラーター王国軍は ムガル帝国の首都デリーを攻撃したデリーの戦い。帝都デリーは陥落を免れたものの、マラーター軍にデリー近郊を略奪され、帝国の北インドにおける支配がマラーターに移ったことを示す出来事だった。こうしてアウラングゼーブがデカン戦争で獲得したデカンの支配権は、その死後三十人でマラーターにとって代わられ、 過去の皇帝たちが獲得した領土までマラーターに奪われてしまった。事実上、インドの支配権は、ムガル帝国からマラーター同盟に移り、ムガル帝国にとって変わる強大な国家なり、マラーター同盟のインドの三分の二近くを支配する広大な領土は、マラーター帝国とも呼ばれた。18世紀初頭に、ムガル帝国が衰退に入った時、イランを支配していたサファビリ朝は、 それより、前の17世紀のアッパース一世の死後から衰退に入っていた。アッパース一世の死後、サファビー朝では、無能な王が続き、宮廷の内部争いなどで王国は乱れ、アゼルバイジャンとバグダード、タブリーズを含む南イラクは、オスマン帝国に奪い返された。さらに、17世紀末、サファビー朝支配下のアフガニスタンでは、アフガン系民族の反乱が起こり、 アフガン系ギルザイ族の反乱は深刻で、1722年には王朝のシトイスファハーンが占領された。その頃、1720年代からトルコ系アフシャール族のナーディルハーン、ナービルクリーベグという人物が頭角を表した。この人物は、盗賊の首領であったが、サファビー朝の混乱に常時各地を制圧して力をつけ、カズビーにへ亡命していた。 サファビー朝の大田フマースプ二2世と組み、1729年にイスファハーンを奪還した。その後、1730年までにナーディルハーンはイランからギルザ遺族を駆逐してアフガニスタン方面へと追い合った。ムガル帝国のムハンマドシャーに対してはギルザ遺族がイランに侵入せぬようにアフガニスタンを統治することを要請しているが、衰退している帝国に そのような力はなかった。1732年、サファビー朝がオスマン帝国に敗北して、タフマースプニセイが屈辱的な条件の講和を結ぶと、ナーディル・ハーンはタフマースプニセイを捕らえて敗位した。彼はその息子アッパース3世を新たな王に即位させ、その摂政となりサファビー朝を支配した。その後、ナーディル・ハーンはトルコやロシアと戦い、 軍事的天才である彼は周辺諸国より優位に立ち、サファビー朝末期にイランの国力は急速に上がった。そして1736年にナーディル・ハーンはアッパース3世から王位を散脱してサファビー朝を廃止、シャアを名乗りナーディル・シャアとなり新たにアフシャール・アサを創始した。18世紀にインドのムガル帝国が衰退していたのに対し、 イランの方では勢力が回復しているのを見ると両国は実に対照的であると言える。その後、ナーディルシャーはムガル帝国の富を求めて1737年にアフガニスタンへと侵攻した。インドとの中継地アフガニスタンにおいてはサファビー朝の衰退で1720年代にアフガン経備財族が支配するなどイランもアフガニスタンの支配権を失っていた。 同年に、ナーギルシャーは、カンダハールをギルザ遺族から奪還しのち、翌1738年には、ムガル帝国がアフガン人の統治を失敗したことを口実に、帝国領へ侵攻した。彼は、アフガニスタンの主要都市カーブルを占領し、アフガニスタン全域を支配下に置いた。同年末、イラン軍は、北西インドにまで侵入し、帝国は、 ラホールが占領された時になって、ようやく大急ぎで、防衛準備を始めた。だが、派閥争いをしていた貴族らは、派閥争いをやめず、防衛の指揮系統や、防衛方法すら合意に至らずに、曖昧なまま、ムハンマドシャアを連れて戦場に赴いた。彼らは相互に猜疑心と嫉妬心に駆られていた。1739年2月24日。 デリーから110キロの地点カルナールで、ムガル帝国の大軍はイラン軍に打ち破られ、帝国軍は主だった指揮官をはじめ、数万人の犠牲を払う大板でをかぶったカルナールの戦。そのため、ムハンマドシャーは、ナーディルシャーと講和を結ぶことにし、自らその交渉に当たった。こうして、同年3月20日、ナーディルシャーは、軍と共にデリーへ入場し、 デリーを占領した。だが、これに不服だった、デリーの住人は、ムハンマドシャーの意に反して、二十一日に、イラン軍に反撃に出始め、ナーディルシャーは軍に市民を皆殺しにするよう命じた。この虐殺による死者は三万人にも及んだとされ、イラン軍による殺戮、略奪、放火は凄まじく、デリーは無法地帯と化した。提出の財産がある。 デリー城にも略奪が及び、宝物庫からは、コーヒヌール、ダリアアイエヌールのダイヤモンドなど、多数の財宝を運び出され、シャージャハーンの、クジャクの玉座も持ち出れてしまった、後クジャクの玉座はイランで解体された。また、主だった貴族からは剣能金を徴収し、虐殺からかろうじて生き延びた、地中の人々にも身の白金が課せられた。ナーディルシャーは、この略奪により、 実に総額7億ルピーに相当すると推定される戦利品を得たという。それは兵士に未払いの給料と6ヶ月分の給料に相当する特別手当の支払いを可能にし、イランにおいて3年間にわたる免税さえも可能にした。その後、同年5月、ナーディル・シャーは皇帝ムハンマド・シャーにもはや戦意がないとわかると、彼はデリーから軍を撤退させることにし、 その際にインダス川異星の帝国領を活上させた。こうして彼は途方もなく莫大な戦利品と共にイランへと帰還し、撤退後の首都デリーについてある文献はこうを語る。ナーディルシャーの侵略はムガル帝国の権威を完全に失墜させ、行政機構と財政を破壊し、中央機構から統制はもはや不可能となった。宮廷の貴族らは落ちぶれ。 自分らの失った財産を取り戻すために、領地の農民らに、高額の小作量をかけたため、国土の経済水準すら下がるありさまだった。また、彼らは、豊かなジャーギールと行為の感触をめぐり、これまで以上に熾烈な争いを繰り広げた。また、ナーディルシャーによる、この決定的な一撃は、帝国の弱体化を、あらゆる勢力にさらけ出し、デリーへの侵入を許すことになった。 それは、マラーターや外国の公益会社などである。1740年初頭、マラーター王国の最小バージー・ラーオが、再び軍を率いて、デリーへ進軍したが、4月に、その道中で死亡したため、帝都デリーは危機を免れた。しかし、その、息子バーラージー・バージー・ラーオも、また有能であり、彼は、アーグラにまで進み、1741年7月14日に、 皇帝ムハンマドシャアに、この領有を認めさせた。1747年6月に、ナービルシャアは暗殺され、そのイランとアフガニスタンにまたがる広大な領土は、分裂状態に陥った。10月、アフガニスタンは、ドゥッダーニー・朝を創始したアフマドシャア・ウッダーニーの、支配するところとなった。インダスが愛生の地域を創出したムガル帝国の、 北西方面における守りは薄くなっており、防衛の生命線はすでに失われていた。1747年12月、アフマドシャードゥ・ダーニーは首都カンダハールを出発し、翌1748年初頭にはインド北西部へと侵入し、ラホールを奪った。ムガル帝国はこの危機に対し、アワド大使、サフダルジャングの援軍を借りて、同年3月11日に、 デリー近郊マヌープルでアフガン軍に勝利を収めたマヌープルの戦い。その後、アフマドシャー・ドゥッダーニーの方は首都カンダハールで反乱が起きたためアフガニスタンに引き返さざるを得なくなった。しかし、その侵入は1760年まで断続的に続き、その回数は10回余りに及んだ。1748年4月26日、皇帝ムハンマドシャーは こうした情勢の中、帝都デリーで死亡した。この時、ムハンマドシャーの息子のアフマドシャーは、軍と共に、アフガン軍を追撃中であり、彼がデリーに戻るまでその死を隠す必要があった。そのため、その遺体は、王宮のテーブルクロスに包まれた後、ヨーロッパ製の王ード計の中に入れられ、その到着まで埋めてあったという。ムハンマドシャーは、知性に優れた母による養育を受け、 行動力と決断力に優れた人物だった。歴史家ハーフィー・ハーンは、ムハンマド・シャーについて、彼は美しい若者で、数々の資質を備え、知性も抜きん出ていたと述べている。ムハンマド・シャーは、宮廷を牛耳っていた、サイード兄弟の応募を止めるべく、トルコ系及びイラン系貴族を結集し、その討伐に成功した点では、評価できる。だが、ムハンマド・シャーは、 サイード家の討伐後、突如として堕落し、ひたすら快楽に走り続けたたことは、彼の評価を下げてしまっている。また、ナーディルシャーの侵略時、貴族らをまとめることができず、結果的に軍を敗北に導いたところも同様である。とはいえ、カルナールでの敗北後、ムハンマドシャーはこれ以上犠牲を避けるため、自ら敵人へと交渉に行った点では、 正しい判断をしたと評価することもできるだろう。K4 人、K3 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 人、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。